もう塊で捉えてね、こう塗ってるようなところも見受けられる時があるので、キラーン。はい、毎度お越しやすつららん、和雑貨屋つららんの職人ひょちんでございます。本日はね、あの日本画の巨匠平山郁夫さんの技法の一部を紹介してみたいと思います。平山さんの作品をよくご覧の方はわかると思うんですけどね、スケッチを膨大にされる方なんですよね。本当にたくさんで、そのスケッチと同構図の和紙に描かれたちょっとした作品、日本画じゃないんですけどね、和紙にこう着彩を施した作品があると思うんですよ。あれってね、スケッチを現場でしてきたものに和紙をこう重ねてですね、新たに上から描き直してはるんですよね。今日はその平山さんのやり方を少し真似しながら1枚素描を作ってみたいと思います。やめて。で、何をモチーフにしようかなと思ったんですけど、今回はこの間描いたね、ライブで描いたんかな、金芝居の花の素描を元にして、この上からまたね、和紙を重ねて墨で描いていきたいと思います。でですね、平山さんがどんな和紙を使ってらっしゃるのかわかんないんですけど、ちょっと分厚そうですね。僕も何回かね、実物を見たことがあるんですが、僕の紙薄いんですけど、多分もっとは分厚い紙を使われてるんじゃないかな。で、和紙なのでこうやってやっぱり透けるんですよね、下の図がね。だからこの和紙をこうずらすことによって、どこに描こうかなってこう構図を、考えることができます。まあ僕は大体ここら辺かな、ここら辺にしましょうか。分鎮のようなものでこう押さえときます。こうするともずれないので、でこの上からね、新たに墨で起こしていくんですよね、このスケッチを。これくれぐれも注意なんですけど、この時はですね、和紙にじまない紙を使ってください。あまりこうにじんでしまうとですね、こう後ろ映ってしまう時があるので、そうするともったいないので、せっかく描いたやつがね、汚れてしまうと悲しいので、それは注意してくださいね。じゃあこの上からね、新たに素描、凸書きみたいな要領ですね。この上から、また墨の線を加えていきます。墨はね、墨汁よりも吸った墨を使った方がいいかもしれませんね。じゃあ描いていきます。まずこういう細かいとこですよね。ちょっとわからなくなったら、こうやってね、パッパッパってこうやるとどうなってるかわかるので、平山さんがどういう風に進めていったかわかんないんですけど、それも自分流にちょっと考えつつね、やっていきます。で、平山さん、あんまりね、花は描かれなかったんですけど、景色ですよね。平山さんといえばシルクロードが代表的なんですけれども、本当に仕事熱心な人で、僕本で読んだことがあるんですけどね、例えばシルクロードを取材に行くじゃないですか、ね、砂漠とか鉱山とかね、たくさん、もう旅人かっていうぐらいね、いろんなとこへ足を向けてですね、で取材を終えてどっか泊まるでしょ、ホテルとか。ホテルがない時もありますよね、キャンプとかの時もありますけど、そしたら必ずその今日やってきたスケッチの何点か、印象に残ったものをこうやってすき写ししてですね、僕今やってるみたいに、で新たにまたこう色塗り直して、作品として仕上げるっていうことをされてましたね。まあ知らないですよ、そのやらしい話ね、それがお金儲けにつながるのかわかんないですけど、でもそれにしてもやっぱ映画本当に好きな人なんやなっていうのがわかるエピソードですよね。普通ね、そんだけ取材日中したらもうくたびれてね、寝てしまうところを平山さんはね、こうやってちゃんとやってたみたいですね。でこれ今日ご紹介したのはなんでかっていうと、線描の練習になると思うんですよね。やっぱりどうしてもね、初心者の日本画やり始めてまだ間もない筆に慣れてない方は、筆を扱うことがもう難しいと思うので、この方法で自分がやったスケッチの上からこうすき写ししてね、細い線でこうやってなぞっていくことになれると、おのずとね、線描もね、達者になってくると思うんですよ。でなんか模写じゃないので、自分の描いたスケッチなので、なんていうかな、こう気楽さがあるっていうか、やっぱり模写ってなるとどうしてもこう気張るじゃないですか。軽やかに描いていきます。鉛筆を運ぶみたいにね。前から思ってたんですよ、平山さんってなんであんな日本画はさることながら和紙に描いたね、素描がいくつも残ってて、しかも同構図が、で僕もスケッチとか相当見てるのでわかるんですよ、この作品あのスケッチのやつやとかね。
なんで2枚あるのかなって思ってたらね、なんかの本で読んだんですけど、そうやって吹き写ししてね、作品を作ってるらしいですね。チーピジャマ、ただね、これ線なぞるだけじゃね、あんまり丹田にならないんですよ。あくまでこのスケッチを参考にしつつ、新たに線を引き直す感じで、平山さんってほぼほぼ色鉛筆のスケッチしか残ってないんですけど、それはね、もう一重に利便性を追求したためでしょうね。あんなね、シルクロードで時間も限られてる取材の中ね、水彩道具とか広げてられませんからね。どうしてもやっぱ色の面がちょっとだけなんかこう、色鉛筆だとそこまで幅広く表現できないので、そこに平山さんはね、ちょっと不満っていうか感じてらっしゃったのかなとか僕は思ったりするんですよね。でもこうやって帰ってから印象がまだね、鮮やかなうちにホテルで今日やった素描にこう線描を加えて、で、顔彩で色付けしてると思うんですよね。あれ何やろな、多分顔彩だと思うんですけど、色付けしておくと、あ、汚れてしまった、色付けしておくと自分のその現場のね、感情まで、生のまま留めることができるので、多分しはったんやと思うんですよね。もうほんと一生描き続けた人ですよね。やっぱり隙写しなので、多分ね、そこまで分厚い和紙ではないと思うんですけどね。あれ、裏打ちしてあるのかな？見た感じね、なんかあの、顔料の染み込み方とかもね、ブワーって染み込んでってるので、分厚い紙の気がするんですけどね。まさかトレース台でやってないやろしな。なんかそうやって画家のちょっとした技法をちょっと研究してみるのも、楽しいですよね。こうやったんちゃうかな、ああやったんちゃうかなとか言って、で自分なりの書き方を模索していったらね、すごい楽しいと思うんですよ。ほんまにね、線描の練習になるので、ぜひやってみてください。スケッチがある人はね、今日からできることですからね。まあ、にじまない紙がないとダメなので、ちょっと調達せんとダメですけどね、その分はね。このここを紙面とこうつけて軽く浮かすようにして、ここをホバリング運動みたいにして軽くスライドさせると、こういう感じで線描がね、綺麗にこう滑ると思うんですよね。ここの滑りが悪いと、あの伸びやかな線描けないです。はい、こんな感じでできました。こうやって墨の線が描けたらですね、これを外してみましょうね。じゃーん、こんな感じで線描だけがこっちへ移しといた状態ですね。これに新たに顔彩で色をつけていきます。その時色をつけていくのは、この色鉛筆でつけた色を参考にしながらここに着彩していくわけですね。こういうね、やり方をされてたらしいんですよね、平山さん。で、使っている顔料は定かではないんですが、ここでは一般的な、吉祥の顔彩を使って彩色していきます。これ金芝居っていう花なんですけども、そのしべから描いていきたいと思います。乾くと色が薄くなるので、少し濃いめに溶いたもので、中心から塗っていきます。で、ちょっと緑が、薄緑が入ってるんですね、こうやって。で、この線香器っていうんですけど、この黄色に少し赤が入ってますよね。ちょっとオレンジっぽいっていうかな。寒くなると顔彩の溶けも悪くなりますね。平山さんの塗り方はね、僕はしないですけどね、ブワーってね、あの線描をはみ出すぐらいね、にじませて塗ってますね。塗ってることが多いっていうか、あの紙独特なんですけど、何に塗ってるんやろな。僕のやとそこまでね、にじまないんですよね、この彩色の時に。結構分厚めの紙やと僕は予想するんですが、皆さんはどう思われるでしょうか。まあ、ラフに行ってみましょうか、今回はね。平山さんを習って。
中心はちょっと赤みを帯びさしといて、影になってるとこちょっと濡れてるうちに濃いオレンジで、でこの時の陰影のつけるこの色もスケッチをこう色鉛筆である程度陰影をこうやってつけておくと参考になりますよね。それを見ながらここら辺に影が来てるなっていうところに少しオレンジがかった色で新たに付彩していきます。ちょっと濃いすぎるんちゃうかって思うぐらいでいいと思うんですよ。で次は緑ですね。緑もただの緑じゃなくて少し黄色を加えてちょっと赤も加えましょう。少し濁らせます。反対色加えると濁りますのでね、あまりこだわりなく塗っていきましょうか。ちょっと平山さんをリスペクトしてちょっと線からはみ出してわざと塗ってみたりしてね、ちょっと雰囲気近づけてみましょうか。平山さんの素描に、平山さんが好きな人やったらなんとなくわかると思うんですけど、どうですか、なんか似てません？その平山さんが描く素描に、墨で描くやつね。まあ恐れ多い話ですけど結構ここら辺まで来たらちょっとね赤みが入ってるので、こういう時に初めて気づくんですよ。ああ、ちゃんとスケッチでね、え細かいところまで描いとかな、実製作でね役に立たなくなるので、何回かそういうことを繰り返すとスケッチしてる時に、ああここは今のうちに描いとかんと後で大事になってくるなとか分かるようになってくると思うんですよね。なんか平山さんを見てるとね、こうバサーってこう塊で塗ってるようなところも見受けられますよね。一枚一枚塗ってないぞこれみたいな、こういう固まってるとこね、こうやって普通葉っぱに沿ってこう一枚一枚塗っていくと思うんですけど、こうねもう塊で捉えてねこう塗ってるようなところも見受けられる時があるので、ちょっとそういう風にしてみたりね。こうで影つける時もね、もうこう塊で塗っていきます。大胆にお水使ってますね、こっちは。ちょっと塗り方変えてみました。で塗れてるうちに少し赤を足しといて、チータンキータンチータン見えへん、チータン見えへん、見えへん見えへん、ちょっと出ませんといて、つくつくつく、よっしゃ、こんなもんかな。はい、いかがでしょうか。平山さん風、素描の完成です。このように和紙の特性を生かすとですね、全く同構図の、新たな作品がこうやって生まれるんですよね。売上倍増ですがな。やらしい話をしたらいかんけども、平山さんもね、こうやって一個のスケッチから、こうやって作品を生み出したりね、されてたみたいですね。でこういうやり方をしておくと本当に線描の練習とか彩色の練習になると思うんです。日本画とはちょっと違うんですけども、日本画の塗り方にもこう共通する部分があるので彩色の勉強にもなりますし、もしなんかお気に入りのスケッチがある人はね、あの和紙、にじまない和紙ね、で彩色するときはスケッチブックから離してくださいね。彩色のときは、ね、水たっぷり使うので下あのにじんでしまうことがあってスケッチ台無しになってしまったらダメなので、線描だけ墨、あのスケッチの上に重ねて、やってみるといいと思うんです。まあ、たまにはね、こうやって巨匠の、技法をちょっと参考にしつつ、僕なりにね、描いてみたりしてみたいと思います。それでは、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお越しやす。雪嫌やな、チーピ。寒い季節になりましたね、ほんまに。うちはね、灯油ファンヒーターを使ってるんですけどね、灯油を入れてるの、こう、どれぐらい入ってるかっていう基準線みたいなところがこう上がってくるメーターが見づらいね。この間思いっきり吹きこぼしてしもってな、もうくっさいくっさいわ、ほんまに。